い、皆さんお久しぶりです。久しぶりです。久しぶりです。1週間ぶりです。私たちの動画バンされて1週間停止しておりました。まあ時間の問題だったからね。まああと2回ね、動画消されたらバンということでね、まあ最後まで頑張っていこうと思います。消える前提なんだ。はい、ということで今回の動画は、タイトルにもある通りこのチャンネルの今後について最近あんまり報告ができてなかったのでマジの本音で今日話そうと思います。はい、じゃあまずは最近の近況報告から。3月に100万人目指しますっていう宣言をして、今年中に6月に炎上しまして、そっから数ヶ月も登録者がもう動画を上げても増えない、むしろ徐々にちょっとずつ減ってって、最終46万人まで減ったんですよね。そんな状況だったんですけど、ショーツが200万再生とかバズって動画も再生数が落ちてたのがちょっとずつ戻ってきて、今やっと炎上した時の 46.2 万人に戻りました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとう。本当にありがとう。いやー結構つらかったね。動画を上げた瞬間に登録者が減るみたいな、状況に直面した時に、動画上げたくねえなみたいな。確かに。炎上して以降コロナ禍でどう戦っていけばいいのかっていうのをすごい考えて、 Vlog にトライしてみたりとか、今までやってこなかったようなことをトライしてみたりとかしたんですけど、うまくコンテンツとしてねまとめられずに失敗に終わってしまったと。Vlog はもう本当にプロの人に頼んで100万円の機材買ってめちゃめちゃ気合い入れてスタートしたんだけど、もう初っ端こけてファンの人からね、いつもの方がいいみたいな、この動画も面白くないみたいな感じで言われて、そうかそうかみたいな、で結果100万のカメラを使っておしゃれに撮るのは俺らに合わないっていう結論になって、前のカメラでね、ビデカメラに戻ってます。もうあの高い機材はもう封印されてます。もう倉庫に出ちゃってる。特別おしゃれな映像を撮るときとかにたまに使うみたいな、そんな位置づけになりましたね。いや失敗ばっかですね。失敗ばっかね。今年は多かったら、まあでも失敗できてるってことは挑戦できてるってことなんでね。あと編集に関してなんですけど、最近プロの人に任せて自分たちは動画をいっぱい撮ったり演者の方に集中しようってなったんですけど、でもそれもまあやめようかなと思ってます。また自分たちで編集をしたいなって思うようになりました。まあみんなからしたらこう俺らがふざけてくだらないことをしてる動画だと思うんですけど、まあ俺らからしたらやっぱ作品なわけですよね。やっぱり自分たちで企画して撮影して編集してっていうのが全部一塊で YouTuber だと思うんで、編集も楽しみたいし自分たちのこだわりを動画に落とし込んでみんなに届けたいっていうのがあるんで、やっぱり自分たちが楽しむって意味ではそれが一番かなっていう結論になりました。また大変な日々が始まりますね。まあでも今年はね結構やっぱ大変だったな。当初さ、100万人いくぞって言って、まあ飛躍の年になると思ってたんだけど俺は。そうだね。なかなか、まあ YouTube 始めてから多分一番きつい1年だったんじゃないかなっていう。そうだね。11月までだけど、まあ、ただそれでも乗り越えたらなんかあるだろうなみたいなのとか、今まで考えなかったことを考えれたっていうので、すごいなんか勉強になったなっていう。そうだね。炎上、初炎上してさ、なんか人生経験としてさ、すごいなんかでかかったなと思って。でかかったね。そう、なんか、あんまり俺らみたいなやつってさ、炎上してもさ、その精神的なダメージってさ、そんなに食らわないけど、まあ、俺ちょっと食らってる。しっかり食らってる。ただなんか周りの状況が結構変わったりする。俺らの力でどうしようもない、そのなんかパワーがかかったりするから、そうだね、やっぱちゃんとしなきゃいけないなと思うし、応援してくれてる人を裏切るっていうのはこういうことなのかっていうのが結構身に染みて分かったというか。そうだね、やっぱりファンの肩身が狭くなったりとか、そうそうそう、コメントしづらかったらしい、あの期間周りの人が心配してしまったりとか、自分たちのこうスタンスを貫き通すことでいろんなデメリットがあるってことを学べたから、後悔はしてないけど反省はしてるっていう感じかな。結局やっぱ視聴者に感謝するみたいな気持ちを俺は結構初めて思ったね、炎上して特に。もともとやっぱさ俺視聴者苦手だったんよ。YouTube 始めたばっかの時。そうだね。まあ26年間一般人やってきて YouTuber になって初めてファンができるみたいな、
状況になった時に、うん、まあ応援してくれる気持ちっていうのはすごいありがたいんだけど、うん、まあ家に来たりとかさ、うん、え、キモッとかやって正直思ってた、うん、正直思ってた部分があったんだけど、やっぱなんか自分がうまくいかなくなった時に支えてくれるのが、うん、そういう視聴者の声だったりするから、うん、この仕事やってファンができて、うん、あ、よかったな、恵まれてるなっていうのはすごい最近思ってて、だからこそね、やっぱ気持ちに応えたいし、ファンのためにも頑張りたいなっていうふうに思ったね、うん、炎上を経て、ね、うん、こういう報告みたいな、思ってること話すみたいなのを最近やってなかったから、うん、ちょっとファンと距離できちゃったなっていう感じがあったよね。俺らはやっぱ思ってることは言ってくべきだし、うん、なんかうまくいかなかったらそれごと開示すべきだと思うし、うん、あとコメントもハート再開しようか。そうね、炎上してすごい押しづらかった、うん、アンチコーナーある中、うん、全員に押してたんだけど今までは、うん、ハートをちょっとこの動画を機に復活しようと思います、うん、じゃあみんなコメントしてねいっぱいコメントしてほしいです、うん、全部読んでハート全部読んでるからね、うん、あれ自動じゃないんだよね自動じゃない。まあそれと同時にね、やっぱもっといろんな人に見てもらいたいなっていう気持ちはやっぱ芽生えたから。そうだね、芽生えたっていうか、まあもともとそっちを目指してたけど、うん、やっぱその今の既存の人に満足してもらうだけじゃなくて、俺らをもっと知ってほしいなって思う。そうだね、うん、やっぱりこう100万人目指すって言って、うん、今ぶっちゃけ厳しい状況にあるけど、うん、俺らはその社会人を辞めていわば脱サラ YouTuber なわけよね。だからそこまでして人生かけて YouTube に飛び込んできて、やっぱり一回きりの人生だし、せっかくならでっかい爪痕を残したいっていうか、うん、天下を取るって昔から言ってるんだけど、うん、やっぱその目標はずっと変わらないんで、うん、始めたからにはね、うん、やっぱ100万って YouTuber だって一つの目標になるじゃん、うんうん、あそこ行って金の盾もらってっていうのをやっぱ俺も経験したい。100万はもう真っ青で行きたいな、うん、行かなきゃ死ねない死ねないわ。まあ行った時感動するだろうね、うん、だからまあ俺らは今ちょっとずつ伸びてきて、このまま行けば100万人行けるだろうって言われてたところから、うん、あ、どうなんだろうみたいな状況に今なって、うん、で今ちょっとずつ登り始めた、またゼロから這い上がるみたいなところなんだけど、うん、なんだろうな、こう一回落ちたやつらがこう上がってってまた面白いこといっぱい仕掛けていくみたいな、そういうストーリーを生でみんなと共有できるのが YouTube のいいところかなと思って、うん、これからもまあ軽い気持ちでこう見て、できれば高評価をしてくれたりとか、うん、登録してくれたりとか、友達に教えてくれたりとか、いろんな応援をしてくれれば嬉しいです。俺らはね、どうしようもない部分がいっぱいあるし、がっかりさせちゃう部分とかもいっぱいあると思うんだけど、うん、やっぱり強みとしては、まあ、裏表ないっていうところだったりとか、あとはもう実際にチームの中がめっちゃいいみたいなところは、まあ、俺はすごい強みだと思ってるから、うん、そこをねもっと見せていきたいし、同時になんか視聴者が笑えるような仕掛けを作っていきたいと思うから、うんうん、チームの仲がいいってのはマジでそうだと思う、うん、YouTube で一番仲いい、うん、それは間違いない俺らもう全員29の年になって、うん、もうアラサー、もうアラサー中のアラサーよ、まあ、30になったらサーだからもう29がサー、そう、そうアラサー中のアラサーになって、うん、この年になってもこの生き方をできてることに最近すごいありがたいな、うん、周りが結婚してる中、うん、未だに遊び続けてる、そう、なんか大学生みたいな生き方をね、うん、させてもらって、友達と一緒に住んで、うん、で目標に向かって頑張るみたいな、うん、で応援してくれる人もいっぱいいるみたいな、うん、すごい幸せなことだと思ってるんで、うん、それに応えたいな、うん、俺30になってもまだ30だと思うよね、うん、あー、うん、全然そうだね、なんか周りから言われることが、うん、増えたんだけど、え、別によくねって思っちゃうよね、うん、まあねえ、こんな30代よくね、うん、みたいな、なんかそういうメッセージも伝えたいし、うん、こういう人生もありだぜっていうのを、うん、俺らは発信していきたいと思ってるから、うん、まあ俺らは俺ららしく30代を楽しんでいこうかなっていう感じだよね。そうだね、うんうん、ただ俺は20代のうちに100万人は絶対行きたい。あ、20代の終わりって感じだ、うん、今、うんうん、そこで1個成し遂げてまた30代また1からのスタートっていう気持ちで、ちょっと人生を楽しみたいな、まあ、確かにそれいけたらすごい嬉しいな、うんうん、俺とケースケもあと半年くらいだね、うん、半年ちょっとだねそうだね、行きてえな、うん、そうだね、夏前に、うん、3月に100万人目指しますって言って、うん、その時30万人ぐらいだったかな、うんうん、でまあ6月までで、まあ、16万人ぐらい増えて、うん、で止まってるっていう状況なんだけど、うん、だからあと1ヶ月半かな、うんうん、でも俺ぶっちゃけまだ諦めてない、うん、運が良ければ、うん、いける運だよりバズっちゃえばいい、バズっちゃえばいい、まあ、もちろん運を生かすためには打席に立たないといけないから、うん、仕掛けることは仕掛けて、そうだね、もうやれることは何でもやる、うん、もっと泥臭くいこうか、うん、泥臭くいこう、うん、
いろいろ手を伸ばし始めよう、うん、ずっと触ってきたからなんかね、調子乗ってたやん、そのずっとこう伸びてたから、うん、なんか特に頑張らず、ね、40超えてくらいから調子乗ってたの、そうそう、うん、調子乗ってて、うん、TikTok とかも絶対やるべきっていうの分かってたし、うん、ショーツもなんか何百万再生とか撮ってるやつらがいっぱいいる中で、うん、やるべきっていうの分かってたんだけど、うん、なんか先延ばしにしてて舐めてたっていうか、うん、なんか TikTok でなんか俺イケメンだろみたいな顔して踊るのキモくねとか言ってまあ恥ずかしがって、恥ずかしがってたんだけど、最近俺イケメンだろみたいな感じで動画上げてます、ね、うん、もう有名になるためには手段を選ばないことにしたんでね、うん、そうだね、だからこいつら変わっちゃったなとか思わないでね、変わってない、頑張ってるなって、おじさんなのに頑張ってるな温かい目で見てほしい、まああとね、カッコつけて俺らコラボ依頼しないじゃん、他の YouTuber の人たちに、あ、うんうん、まあ、断られるの怖いじゃん、うんうん、コラボも少ないんだけどこのチャンネルは、うん、これからはガンガンコラボ依頼していきます、そうだね、はい、もう DM を送りまくるんでね、今見てる YouTuber の皆さん、よかったらコラボしてください、よろしくお願いします。ちょっと絡みづらかったと思うんですけどね6月ぐらいから、はい、まあ僕ら絡みづらいと思うんですけど、うんうん、いいやつなんでね、いや、めちゃくちゃいいやつ、自分で言うことじゃない、ね、あ、カメラ外でも変わらないんですねってよく言われます、それはそうだ、それはそうだ、コラボ相手とかにめちゃくちゃ言われます、そうですねこのまま、うん、だけど、うん、あのもうちょっと人当たりいいかもしれないです、うん、カメラ外の方が、そうもうちょっとね、絡んで、うん、絡んでくださいって、うん、カメラ外だとね、あんま下ネタも言わんしね、そう、うん、太かったことも言わんしな、うん、笑いが絶えない、ただのわきあいとしたいいやつ、そうそうそうあんまり押し付けないで今は俺らの数字とか再生数とかは大したことないです、うん、でも伸びた後絶対恩返しするんで、うん、一旦投資してください、お願いします、よろしくお願いします、本当にということで俺たちはこの YouTube で天下を取るため日々頑張っていきますので、そんな俺たちを応援してくれる方、面白い人生を見たい方、俺たちについてこい、こいあ、ということでちょっとふざけましたけども、これからも応援、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、アクション！